やっほー、ナナでーす。お久しぶりでーす。お久しぶりでーす。皆さん、お待たせいたしました。待ってたよー。ありがとう、ありがとう。ということで、すみません、1年ほど YouTube を載せておりませんでした。謝罪、謝謝。ちょっと久しぶりの YouTube なんで、何を喋ったらいいか全然わかんないんですけど、何しよっかな。何しようかな。特に何も考えてないので、今からお題を考えたいと思います。今日は MBTI をやってもらいます。MBTI、 MBTI 知らないですか？当てていいですか？はい、当ててください。 M、 M、 ママ、はい、B、 ママのバットを取ったらアイスをくれた。MBTI。マジで知らないです。MBTI は、ちょっと前に流行ってたんだけど、性格診断のやつ。ああ、待って、やったことあるか。で、アルファベット4文字のやつなんですけど。ENTI とか。あ、そうそうそう。あ、それを今日やってもらおうと思います。あ、分かった。TikTok とかで、あ、そうそうそう、最近このアイドルはなんとかなんとか。そう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 。はいはいはい。最近の流行りをちょっと1年ぐらい遅れてやるっていう。あ、そう。もう YouTube を1年前。からね、久しぶりの更新だし、やろうっていうところです。じゃあ、長いです。 MBTI やっていきます。じゃじゃん。第一問、定期的に新しい友達を作る。これ選べばいいんですか？そう、同意する、同意しないってどういうこと？だから定期的に、もう昔からの友達としかいなかったら同意しない。うーん、いや、そんなこともない。真ん中より左。さまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を増やす。どういうこと？考え事をする。私文章読めないんですよね。考え事するのが好きか嫌いかじゃ。あんま好きじゃない。あんま好きじゃない。じゃあこの辺。他人の人が他の人が泣いているのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。え、全然、え、全然。心の大々内案。あ、やべ、漢字読めない。大体案じゃん。大体案だ。大体案の大体案を。なんやねん、大体案の大体案って。団体案の大体案を考えることが多い。ああ、ないでしょ。ない。絶対ないでしょ。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。うん、まあまあ。社交の場では、自ら進んで新しい人に挨拶しに行くことはほとんどなく、すでに知っている人と話すことが多い。そんなことはない。これはマジで大同意しない。定評やリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。どういうこと？あ、カレンダーとか、なんか自分が行動しやすいようにいろいろアプリとか入れたり。あんまりしないですね。あんましない。些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。あんましないかも。自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。あ、簡単。全然行くよ。待っててね。クリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がない。話し合い好きか。好きじゃない。だって喋れないんだもん。これポパイ。これポパイ。以上。話しかけに行くのに話し合いは嫌いなんだね。確かに、あんま人間として良くないですか。あ、いいんじゃないですか。自分の心より自分の頭に従うことが多い。いや、心でしょ。日々のルーティンを決めるのではなく、いつもその時に自分がしたいことをするのが好き。はい、そうです。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。
意外と気にするかも。うーん、例えば、例えば向こうずとかは特に新メンバーを任されることが多いから、あ、任されるっていうかね、あの初めて来た子はちょっとななちゃんななちゃんみたいな感じで向こうさんにお願いされることが多いんですけど、それも別にストレスじゃなく、うん、ストレスではない、全然いろんな人と話すの好きだし、例えば好印象で残しておきたい、さすがに何言っちゃったかなみたいなのはないの、あ、それはない、忘れちゃうから、言ったことは基本じゃあ、あんま気にしないってことは、真ん中でグループで何かをするのが好き、まあ、まあほぼアイドルなので、まあ、単独アイドルとしては、まあ、一人立ちをしたんですけど、一人旅をしてるんですけど、一人立ち一人立ち一人立ちをした、あの松田聖子様のようなアイドルをやらせていただいてるんですけど、まあ、一応野球という9人のグループユニットを考えてますまあ普通自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じ、そんなことはない、あ、でもちょっとそれは性格悪いからこの辺にしとこう、それやめて、ちゃんと自分の直感にした、ね、いやでも別に嬉しい、なんか誰かが頑張ってるのを見て応援したいけど、やっぱ自分が何かやり遂げた方が嬉しいっしょ、だから右よりもちょっと左みたいな、複数人で何かをするときリーダー的役割は避ける、いやそんなことはないな、リーダー側だな、いや率先もしない、別になんか気づいたら、例えばこの辺かな伝わるわ、この辺、芸術的なタイプでは全然ない、いや美術館苦手だわ、同意する、人が口論するのを見るのが好き、そういうことじゃないですか、これ口論じゃないの、え、口論、口の論、お、え、めっちゃサイコパスじゃんこれ見るのが好き、どうしの全然やばい、注目は浴びないようにしている、いや浴びるようにしてるよねこれね完全に同意しないの、もっとこっち側だわとても急に機嫌が変わることがある、とても急に機嫌が変わることあります、え、そんなことないと思う、じゃあ体調悪い時ぐらいじゃん、静かに、あ、そうですね、まあ明らかに、じゃあこのこっちよりちょっとこっち側ね、自分より効率が悪い人がいると我慢できない、あーちょっとできないかも、いやできなくはないだから同意する側のあんましない側、うん、ギリこっちでしょ、ギリギリ最後にやっと何かをすることが多い、いやそんなことない、私には 宿題とか先終わらせるタイプ、同意しない、意外だね、えですよねやればできる女的な、うん、死後について以前からずっと興味がある、どういうこと、これも死んだらどうなるのみたいな、え、死んだらどうなんのみたいな考えることある、ない、じゃあどうしよう、でもちょうど昨日殺される夢見た銃で撃たれる夢見た、あ、死ぬってこんな感じなんだって実感したら起きました、だから同意しない、一人でいるより人と一緒にいる方が好き、もう人といる方が好きかも、ん、議論がとても、あ、もうちょっとこっち側にしよう、普通ぐらい、一人っ子だからね、もう一回ごめんなさい、議論がとても理論的になる、もうこういう議論とか理論とか論言われても分かんないんですよね、本当に何かしてほしい、退屈に感じたり興味を失ったりする、そうだよ、同意するだよ、同意するらしいです、なんかもう何やってるか分かんなくなっちゃうってことですだって意味わかんないね、かわいそう、いつもギリギリ最後まで決断を遅らせる、はい、決断できません、ギリギリでいつも生きていたいから、あ、一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない、いや、あるあるある、私すぐテストの問題とか変えるなんでこの辺かな、とても疲れる1週間を過ごした後は賑やかな社交の場を楽しみたい、もう全然楽しみたいかも、でも
でもお家で疲れたってなるから、なんかの変日々のやることリストを作るのが好き。いや全然不安はほとんど感じない。まあ人間だから感じるんじゃないかな人間だからね。人間だからね。電話かけないようにしている。いやすぐかけますね、めんどくさいから。自分と違う考えを理解するためによく多くの時間を費やす。え、自分と違う考えを理解するためによく多くの時間を費やす。費やさない、ね、人間共人間、あ友人間だ待ってそれもうまい。お化けいる。だって友人間、友人間ですよこれ。友人間だ。え、でもいる、絶対これで読む人絶対いる、絶対いる。あのコメントください、これで読んだ人お願いします。まず誰かに連絡して何か提案するのは自分である場合が多い。そんなこともない、どうしない。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。いやない、あんまりないかな、わかんない。同意しない側にしとこう。感情をコントロールするのではなく感情にコントロールされている。何言ってんだこいつ感情をコントロールするのではなく感情にコントロールされている。うーん、だからもう悲しいってなったら泣いちゃうし、怒ったらもう怒っちゃうし。ない、真ん中真ん中真ん中、人間だから。同意しないだろ絶対。じゃあもう同意しない側にしときます。誰かに非があってもそのまま人が周りに悪く思われないに私は細心の注意を払う。まあ気をつけるよ。難しすぎ。あ、結果出ました。待って、予想していいですか私、はい、はいはいはい。まず先頭は E だと思う。おー、はい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 。これ何が違う。愛と E なんだけど、うん、愛が内向的、あ、はいはいはい、E が外向的、はいはいはい、で N と、あ、ちょっと後は分かんないから説明見てね、こんな感じ。ここE、はい、S、はい、Yes、 T、 あ、 F、 F、 J、 A、 知ってる英語言ってるだけ、うん、いきます、はい、発表します。私の診断性格タイプはダカ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 ダン、エンターテイナーです。読んでいくと、エンターテイナーは熱意にあふれた精力的な人たちで無計画に行動するのを好みます。エンターテイナーの周りにいて退屈することは決してないでしょう。はい、ありがとうございます。みんな幸せだね。さすがエンターテイナーやんハッピーアイアムエンターテイナー、イエーイ。今日やったのが MBTI テストでした。テストでした、シャーってことで、私は今回エンターテイナーでしたが、皆さんは何ですか。ちょっとコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。なんか私は合ってるかなって思いました。まあみんなが思うようにエンターテイナーだなってよく言われるんですけど、皆さんはどうだったか、ちょっとよかったらやってみてください。決して案件ではありません。案件なんてきません。1年間お待たせいたしました。ということでバイバーイ。ちなみになんですけど、はい、エンターテイナーじゃないですか、うん、私指揮官なんだけどめっちゃ相性いい。20丸なの友達やめますか友達